車好きのパラダイス、ザ・モーターウィークリー、藤本恵美里です。さあ今日はですね、今年最後の放送になりました。今日もですね、車話満載でお届けしていきますからね、皆さんぜひ聞いてくださいね。さあそして今夜もマニアック自動車ウェブサイト、オートプルーブ編集長高橋明さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1年早いね。早いですよ ね。もうだって明日で今年終わりですよ、ね、高橋さんどうでした1年、あっという間だった。年取ると早いんだよね1年年取るとね、そうどん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 ね、そういや私も早いなって思いました。あ、じゃあ年取ったから、うん、そうね、だかな。いやでもね、皆さんね、やっぱメッセージをね、今年も本当にたくさんいただいて、うん、ちょっとできるだけ、まあ、ご紹介させていただきたいなって思うんです。まずはですね、ラジオネーム B18C さんです。いつも楽しく聞かせてもらってます。ためになることやうなずくことも多々あります。あら、そんないいこと言ってんのかな。あら、ねえ、はあ、ありがとうございます。早く春になって峠など走りに行きたいですっていう。いや、向いてるね。ね、わかりますね、うん、走りに行きたい、うん、さあそして、こちらラジオネームみおさん、こんばんは。今年のスーパー GT はレクサスが強かったですね。来シーズンはジェンソンバトンも参戦するホンダにぜひ活躍を期待したいですというね。やっぱモータースポーツ、ザ・モーターウィークリー、今年スーパー GT も、うん、WEC もコーナーでお届けしてきましたけど、うんうん、まあね、結構たくさんいただいてまして、モータースポーツ関連、ラジオネーム八王子の BA さん、モータースポーツ大好きで、特にスーパー GT は大好きでよく見てます。これからもトラックから楽しく拝聴しますというね。トラックから、トラックの運転さんなんでしょうね、きっとね。そうということで、まあ、年末になりまして道もやっぱり寝込んでますですし、うん、運転にはね、本当皆さん十分に注意していただきたいなと、うん、ね、いうふうに思います、はい、安全運転でね、はい。さあということで高橋さん、今日はですね、まあ、2017年最後のザ・モーターウィークリー放送になりますので、はい、やっぱり今年の車をね、うん、振り返っていきたいなと思うんですが、はいはい、ちょうどですね、まあ、先日発表になりました日本カーブザイヤー、うん、ちょっと今回は日本カーブザイヤーで受賞した車も振り返りつつ、うん、まあ、今年も振り返っていこうという、うん、はい、なるほど、流れにしていきたいと思います、はい。ゲストはですね、日本カーブザイヤー実行委員長でモーターマガジン社の荒川雅之さん来てくれます。どうぞ皆さん最後までお付き合いくださいね。ザ・モーターウィークリーということで、今夜は日本カーブザイヤーについてお届けしていきたいと思います。ゲストは日本カーブザイヤー実行委員長でモーターマガジン社の荒川雅之さんです。荒川さん、よろしくお願いします。はい、荒川です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、2017-2018 今年の、ね、日本カーブザイヤーがもう決定しまして、で車好きの皆さんはチェックしてますよねっていう感じなんですけど、栄えあるカーブザイヤーに選ばれた車からちょっと発表していきたいと思います。2017-2018 日本カーブザイヤーはボルボカージャパン株式会社ボルボ XC60 に決定いたしました。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、今回カーブザイヤーを受賞したのはボルボの XC60 でした。で、今の発表の声、なんか皆さんも聞いたことありません？ね、あれ、ピエールさんでしたよね、うん、はい、今年モータースポーツのコーナーでね、お世話になりましたけれども、うん、まあかなり今のを聞いていただいてもためがありまして、うん、ついに発表だぞみたいな感じで、まあ、ボルボ XC60 が選ばれたんですけど、荒川さん、まず、はい、このボルボ XC60、はい、評価されたポイントとか、はい、そういった部分から教えてもらえますか？はい、ボルボ XC60 というのは、まあ、非常に万人受けするいわゆるいい車だと思いますね、はい、で実際に60人の選考員が点を入れるんですけれども、満点を入れた人の数はさほど多くはないんですけれども、うん、多くの人がまんべんなく点を入れたというのが、0点の人が少なかったですね。そうですね、あ、なるほど、実は満点を入れた人の数で言いますと、カムリとかスイフトとか Nボックス の方が上なんですね、はい、ところがボルボは本当にあらゆる点で
万人受けする車ということで、みんなが点はほとんどの人が入れると、それで集まった結果一番になったと、そういうような形ですね。結構今年はその拮抗した戦いになって、どの車が選ばれるかわからないという中で、まあ本当に万人皆さんが結構高い評価を出していたっていうのが、ボルボの XC60 なんですね。そうですね。で最近 のボルボは実はXC90 という、XC60 の兄貴分にあたる車なんですが、この車から SPA プラットフォームという新しいプラットフォームを採用してるんですね。でそのプラットフォームを採用してから、実に、今までも良かったんですけど、より良い車になりまして、その辺がやはり非常に評価されたんではないかなと。ですから、ボルボのように関しては XC60 に限らず、最近のあらゆる車全てにわたって非常に評価高いですね。この授賞式の後にですね、ちょっとインタビューも取ってきたんですけど、そのボルボカージャパンの方々もちょっとこう予期しなかった嬉しかったみたいなコメントをされてたんですね。確かにその輸入車が選ばれたのは2013年に続いて、2回目ということで4年ぶり、これその毎年あるわけではないので、なんかいろんな意味も含めて嬉しかったのかなと思うんですが、授賞式の後にボルボカージャパンの代表取締役社長木村隆之さんにインタビューしてきました。日本カーブザイヤー今年見事ナンバーワンに選ばれました。まずこの一番だっていうことを伺ったとき、どんなお気持ちでしたか？インポートのナンバーワンを狙ったんですけど、まさか10ベスト全ての中で一番になれるとは思ってなかったので、本当に嬉しく、誇らしく思います。本当に皆さんがボルボの車に乗ってみたい、どんな感じなんだろうって一般の方が思うような、なんか素敵なコメントもしていただいてました。もう一度そちらも改めてリスナーの皆さんにお伝えいただけますか？そうですね、賞を取りたいというよりは新生ボルボを一人でも多くの方に知っていただきたいということで、いろんなアピールをさせていただいたということと、新しいボルボ、今までも素晴らしい商品でしたけども、よりスウェーデンらしさに磨きをかけて、最新の安全という、ボルボのお約束は忘れてないということで、大変嬉しく思っております。ちなみに今夜は皆さんでお祝いとかされるんですか？取れると思ってなかったので何もお祝いの予定ないんですけどこれから考えます、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでボルボカージャパンの代表取締役社長木村隆之さんインタビューをさせていただきました。嬉しそうでしたね。いやもうね、すごい皆さんハイテンションで、いやそうなんだろうな、嬉しいんだろうなと思いつつ、でこれはちょっとなんて言うんですか、裏ネタって言ったら変なんですけど、もう受賞された方にインタビューを取りに行くのがね毎回大変なんですよね。もう早くもう捕まえてっていう感じで、お仕事ご苦労様です。もう今回はですねさっと行ってさっと、なので本当に受賞直後の喜びの声をいただきました、はい。ボルボっていうと私はすごく安全性が高いみたいなお話をよく聞いたりするんですけど、高橋さんどうですか？今社長が言ったようにね、ボルボのその安全っていうのは担保しながらブランドを確立して、これから国内で頑張っていきますっていうメッセージなんだけど、ボルボもともと高級車の部類ではあるんだけど、そのやっぱり新生ブランドって言ってる意味はやっぱりそのプレミアムブランドとしてね、ちゃんと確立して、日本だとドイツのジャーマン3っていう言い方よくすると思うんだけどね、そのドイツのプレミアムモデルに直接ライバルとなるようなポジショニングでスウェーデンブランドが戦いますよっていう意味合いがかなり強いんじゃないかなと思うんだけどね。どうですか、荒川さん。やはりボルボの安全ということでは、エピソードとしてあるのは3点式シートベルトを初めて採用したということですね。でそれでしかもその3点式シートベルトに関しては他社にもどんどん使ってくださいと、特許なんかいりませんから、特許はっきりする必要ありませんと、そういってその安全装備に関して普及を流していったという、歴史がありますね、それからスウェーデンの本社周辺で起きてしまったボルボが絡む交通事故に関してはボルボの本社から調査隊が出るんですね。で事故の原因とかでその結果車がどうなったのかとか分析をし続けて、で現在のその安全なボルボに生産することにつなげていると、非常に安全に対する考え方はブレることなく今現在まで続いているっていうことですね。
そう、来年からねボルボはあのイエテボリがそれだね、本社あるところなんだけど、そこで一般ユーザーがレベル4の自動運転の車をテストするっていうのをね実証実験始める。あ、そうなんですか。その一般のユーザーがね、へー、そういうのも面白いよね。なんかお話を聞いてるとやっぱりそのねボルボ、あ、楽しみだなっていう感覚になってきますしね。まあ受賞したのがボルボの XC60 ということでした。納得したっていう方も多かったのかななんてね、うん、勝手に思っちゃいますけどね、うん、で日本カーブザイヤーはもちろんそのカーブザイヤーに輝いた車の他にもいろんな賞があるんですよね、はい、この後はですねそんな様々な賞も振り返っていきたいと思います。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さて今日はですね日本カーブザイヤーを振り返りつつ、まあ、今年を振り返っていこうという感じでお送りしています。日本カーブザイヤー実行委員長でモーターマガジン社の荒川正幸さん、改めましてお願いします。はい、よろしくお願いします。さあということで日本カーブザイヤー、部門賞って呼ばれる、ありますね、いろんな賞がありますよね、はいはい、でこれもそれぞれもちろん大事な意味があってということで、はい、そこも振り返っていきたいんですけど、はい、まず荒川さんその部門賞が、はい、イノベーション部門賞、エモーショナル部門賞、はい、スモールモビリティ部門賞と3つあります、はい、でまずイノベーション部門賞はトヨタのプリウス PHV が今年受賞しましたけど、はい、これどういったものでどういった評価だったんでしょうか。はい、イノベーション部門賞というのは環境安全など革新的技術を持つ車ということなんですけれども、プリウス PHV は通常ですね多くのメーカーはワンモーターでプラグインハイブリッドを作ってるんですが、プリウス PHV はツーモーターで、ツーモーターであるとどういうメリットがあるかといいますと、それを巧みに制御することでですね、あらゆる領域で低燃費が実現できると、まあ、そういったメリットがあるんですね。でさらに今回このプリウス PHV はソーラー充電、屋根で、ね、光を受けて充電するんですけれども、はい、それを本格的に実用化して、まあ、非常に、まあ、その点でもイノベーティブであったということで、うん、イノベーション部門賞はプリウスの PHV になりました、うん、はい、私もその屋根でっていうのはすごいって来た時に、これね先代のプリウスにもあったんだけど、あ、はい、ソーラー充電で充電した電力で走れるほどの力はなかったのね。あ、そうだったんですね、うん、あ、じゃあそれがすごく今回その技術革新でこの充電した距離が走れるようになったっていうのは大きいよね。あ、なるほど、うん、であと結構私みたいに、あ、そうだったんだ、知らなかったってね、うん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 、人もなんか知った、まあ、普通はあんま知らないっていうのもねあるかもしれないですけど、うん、であとエモーショナル部門賞、もうこれはそのまま受け取っていいんですかね、こうエモーショナルだと思った車は、ね、本当そのままです、すいません、エモーショナルにはおそらく2つの面があって、はい、まあ、1つはデザイン、それからもう一つはその運転する楽しさみたいな、うん、そういう2つの要素があると思うんですけれども、まあ、レクサス LC の場合には、はい、その両方がかなり、秀でていたということだと思いますね、はい、でこれハイブリッドもあるんですけれども、はい、このハイブリッドが実に運転してて楽しい、今までのハイブリッドの常識を覆すような楽しさがあるんですね。そこもポイントだったと思いますね。はい、さあそして最後スモールモビリティ部門賞です。これはホンダの NBOX と NBOX カスタムが受賞しましたけれども、はい、これは現状ではまあ軽自動車が対象になるわけですけれども、まあ、ホンダの NBOX の場合にはもうこれはもう非常にクオリティが高い、いろんな面でクオリティが高いということですね。もう圧倒的に評価が高かったというふうに思います、うん。さあということで、まあ、部門賞をね3つ今また改めてご紹介したんですけど、日本カーブザイヤー実行委員会特別賞というものがあるんですよね。でこれがまた私はすいません荒川さん、はい、どういうものなのかがちょっと分かってなかったんですけど、はいはい、実行委員忘れないでください賞かもしれないよそうなんですかこれはですね、はい、選考委員が得票で投票で選ぶ車と違いましてですね、はい、実行委員会媒体で構成されてるんですけれども、実行委員会がまあ話し合いによって決めるというものなんですけれども、はい、具体的にはその年に特別なインパクトを与えた車やモビリティの発展に貢献した施策イベント、
それからまあ業界に貢献した功労者などに、与えるというような定義になってます。じゃあ結構まあ幅広かったりとかされるわけですね。そうですね、うん、であの日本カーブザイヤーにノミネートされる車っていうのは一応その条件があるんですよね。はい、そうなんです。あの実は、ね、ノミネートされるには年間500台以上の販売が見込まれるというのがありまして、それをクリアしないといけないんですね。ですから500台に満たなくても注目すべき車とか、過去にも、ありまして、例えばトヨタの燃料電池車であるミライとか、まあ、こういった車は、500台年間販売されないんですが、やはり注目すべき車として過去に実行委員会特別賞を受賞しています。じゃあ今年はどうなったのか、うんうん、まず一つ目がトヨタ自動車株式会社でハイブリッド車の世界累計販売が1000万台突破というのは、これは受賞理由としてはどんな感じなんですか？はい、いやこれはもう本当にすごいことだと思いますね。ハイブリッドという車をですね世界に広めて実際に1000万台というところまで実績を積み上げてきたと。でその実績っていうのはイコールその CO2 の削減に繋がっているわけですから、これは大いに評価して叱るべきものだと思いますね。あれ今年でしたっけ、あの、なんか初代プリウス発売から20年ね、20年ちょうど、うんうん、なんかそのちょうどね20年の年にっていうのも、そうね、偶然なんだろうけどね、すごいななんて思ったりしましたけど、うん、そうこういったあの、ね、評価も実行委員会の特別賞はあったりとか、うん、そしてもう一つこれはもう皆さんもおおと思うかもしれませんが、佐藤拓磨選手もこの賞に選ばれましたね、うん、これはあのインディアナポリス500マイルレースで日本人初めての優勝ということで興奮しましたよね。荒川さん、これもすごいですよね。インディ500マイルレースっていうのはもう世界の三大レースの一つに数えられているレースなんですけれどもその中で日本人が優勝するなんてことは本当にもう夢にも思わなかったって失礼かもしれませんけれども、うんまあ、それだけの偉業ですね。これほど称賛されて叱るべきものはないと思いますね。なんかねあの受賞式に行った時に、うん、あの拓磨選手がねいらっしゃっていて、うん、であの何ですかあのトロフィーを実際にあの持ってきてくださってボルグワーナートロフィーですね。はい、ものすごくあの大きなトロフィーで展示されてたんですよね、ホンダさん。そうですね、あの、はい、ホンダさんのイベントとかですね、で日本カーブザイヤーの最終選考会にも持ってきていただいて、でアメリカからあのトロフィーが外へ出るのは実は初めてのことだったということで、いやちゃんとだってあのガードマンさんっていうんですか、なんて言うんですか、うん、ねお二人ついてね運ばれて、時価総額3億円とか4億円とかそういう値段らしいから、触れないよね。いやーそうですね、うん、本当にね。で実際に佐藤拓磨選手があのこんなコメントを受賞式でお話しされていて、ちょっとそちらもね収録してきましたので聞いてください。あ、皆さんこんにちは、佐藤拓磨です。あのこの度は、実行委員会特別賞をいただきまして本当にありがとうございます。あのレーシングドライバーが、この賞を受賞するというのは初めてというふうに、聞いておりまして、インディ500での優勝が本当にあのこういう形で、特別な賞につながりまして大変嬉しく思っています。あの自分はあのレーシングドライバーとして今20年目になりました。40歳を迎えましたけども、本当に車が大好きで、日本カーブザイヤーは毎年やっぱり楽しみにしております。その賞にも、ね、自分がこのように、受賞させていただいて何十年かと夢にも思っていなかったのですごく嬉しいです。はい、ということで佐藤拓磨選手もレーシングドライバーとして20年目なんですって。なんか20っていうね、うん、数字が、まあ、あの実行委員特別賞には偶然にも両方かかっていたわけですけれども、いやでもねこれはちょっとねやっぱりそうだよねって思いますね。今年このニュースで本当にはもう元気になった、パワーもらえたっていう方たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思います。で今後なんですけど自動車、荒川さんどんな風になってほしいですか？はい、またこういう難しい質問を最後にすみません年の最後なので、はいはい、そうですね、やはり今自動車についてはですね自動運転とかあとシェアリングとかコネクティッドとかあといろいろ話題があるんですけれども、まあ、車は、まあ、単なる
道具にはなってほしくないですねというのがまず一つありますね。でも、まあ、道具のような車はですね、実際出てくることは出てくると思うんですね。まあ、その一方で趣味的な運転はもちろん、その乗っていること自体が楽しい車もどんどん登場するということに期待したいなというふうに思ってます。はい、で、まあ、どなたかが言っていらしたんですけれども、まあ、いろいろなその工業製品がある中で愛がつくのは車しかないっていうんですね。でそれどういうことかっていうと、はい、愛車ということですね。はい、でこれは非常に車の楽しさを価値を象徴している車だなというふうに思ってまして、うん、まあ、この愛車、いい愛車が出てくることを今後願いたいですし、実際に出てくると僕は確信してます。その愛車、本当にそういうふうに思える車がたくさん出てきて、でそういう車と出会って、はい、で車とこうね、愛を深めていくっていう人がね、やっぱりこうたくさんいてほしいなって思いますよね。藤本さん、車に名前つけちゃうもんね。私はもう愛してますからはい、私の愛は車に注ぎますからねはい、ということで本日はですね、まあ、今年を振り返るという意味でも日本カーブザイヤー実行委員長でモーターマガジン社の荒川正幸さん来ていただきました。荒川さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 The Motor Weekly。 お送りしてきました The Motor Weekly、 いかがでしたでしょうか。まあ、今年最後の放送になりました。1年をね振り返ってみて、ザ・モーターウィークリー、イベントも結構今年はできましたね。まあ、タッチ&トライもそうですし、あと公開のね収録も、赤レンガでね、赤レンガで、さっき愛車っていうキーワードがありましたけど、いや私ザ・モーターウィークリーのこともすごい愛してるなと思って。あ、いい心がけだ。だってね、クリスマスだって年末だって一緒ですよ、この番組とね、本当ねそうだね。いやでもね、本当ね、聞いてくださってる皆さんが、一番本当ありがたいです、はい、来年もね、なんかたくさんイベントをしたいなって思ってますから、皆さんぜひ来年もよろしくお願いいたします、はい、でそんな感謝の気持ちも込めまして、今日はちょっとプレゼント、3種類ご用意させていただきました。はい、まずはですね、1つ目は日産の卓上カレンダー2018年、これを6名様にプレゼントします。2018年もので当たり前ですよね。2017年とか困りますもんね2018年です。それはダメだわ、はい、そうそれ言わなくてもね分かると思うんです、すいませんそして続いては、こちらはね、トヨタカムリのミニカーと、ボールペンとメモ帳をセットにして1名様です。このメモ帳相当小さいね、手のひらサイズだね。でもほら、これちょっと触り心地がすごくいいんですよ。レザー。あ、レザーなんだ。ね、レザー調かな。はい。カムリって入ってます。で、もう一つ、BMW のプレミアムノートとペンのセットです。このノートもまた、お、すごいですね。ちょっと開けるだけでもゴージャス感が、ね、漂ってますけれども。ということで、日産のカレンダーかカムリセットか BMW セット、どれがいいか書いて送ってくださいね。メールアドレスは tm@fmyokohama.jp、 ザモーターの頭文字 TM に続いて @fmyokohama.jp でお待ちしてます。ぜひメッセージも添えて送ってくださいね。ということで、ザモーターウィークリー、お相手は藤本恵美里とオートプルーブ編集長高橋明さんでした。ということで、今年も一年皆さんありがとうございました。では、良いお年を。